はい、クラピアチャンネルです。今日はね、寒くてね、霜が降りてました。マリニャもちょっと元気がいいっていうよりか霜で、歩くのがねちょっと大変になってましたけども、はい、まあ岩手の盛岡なんですけども、まあ、氷点下ですね。霜が降りたような状態になってました。マルチングの上も真っ白です。まあ、クラピアの上はねちょっとそれほどではないんですけども、デッキの上はこんな感じで真っ白です。吐く息も真っ白です。クラピアはですねこんな感じですかね。ちょっと葉っぱの周りに霜がついて白く縁取ったような感じになります。感じですね。これは K7 のエリアです。だいぶ灰色がね濃くなって深緑色です。そこに霜がついてました。こっちの方はね、K5 とか S1 なんですけど、まあ、こっちのはちょっとあんまり霜が見えてないんですけど、まあ、こんな感じで霜がつくとで真っ白になってきます。正面に見えるのはビニールトンネル。霜で真っ白でした。はい、こっちは苗ドーム。苗ドームは中がねちょうど若干温度が高いんで、このドームの内側に露がねつくような状態です。ただ寒いんでね、朝のうちはこの露がこれ凍っちゃってるんですよ。ポロポロと落ちますけど、こんな感じで。なんで苗ドームもね基本的には寒風を防ぐっていう意味で、セットする意味合いのが強くて、結局薄いんでね、中の、温度がね、朝方は結構寒くなるような感じです。ただ梅雨はね降りないんで、霜害っていうんですか、霜によるですねダメージはだいぶ少なくなります。前も言ったようにですね、縁台の下とかこういうデッキの下なんかは結局霜の影響が少ないんで緑を保つことができます。マルチングもあえて霜がね上には降りますけど、中には降りないんで当然、クラピアのダメージが少ないといった具合ですね。でブログなんかでも書いてましたけども、まあ、これから、まあ、この霜が降りて数時間くらいですか、霜が消えるまでの間にこのクラピアの上を歩くとですね、結構ダメージ受けて真っ黒くなっちゃうんですね。ですんで緑をね維持したい方はですね、なるべく霜が降りた時は、ちょっと太陽が上がってこの霜が消えるまではちょっと歩かない方がいいですね。まあ、シャリシャリ音がしてね楽しいっていうかですね、最初の頃は私もね踏みしめで歩いてだったりしたんですけど、障害が起きるっていうことを分かってからは、まあ、なるべくこの朝一ではね踏み入れないようにしてました。そうすると足跡がつかないと言いますか、クラピアの、ね、緑を、ね、長く保てますので、まあ、せっかくなんでね、なるべく長い雪が降るまでの間こうやって緑を、ね、少し保てた方が見た目も良いんでねと思ってました。はい、そんなわけで寒い朝クラピアの様子をね、お伝えしました。まあ、雪が降るまでの間になっちゃいますけども、今後もこうやってちょっとクラピアの様子をねお伝えしようと思ってますんで、クラピアチャンネルの方楽しみにしてください。はい、以上です。